つもダンスするときは前髪を止めるんですよ。今日はこれで止めてました。なんかオルフィスさんからいただいたんですよ、たくさんパックと。レイニア星ありがとうございます。ユウユウさんハートありがとうございます。ケンさんおばけありがとうございます。シローさん風船ありがとうございます。ゆうゆうさんハートありがとうございます。カレンレンの配信壇上になってた？私さ途中から見れなかったんだよね。嘘、本当に？ MJ ジュヤさんナイスありがとうございます。シロさん風船ありがとうございます。チージリモンさんお化けありがとうございます。ゆうゆうさんだるまありがとうございます。ぼやきさんさんお菓子ありがとうございます。ハッピーイチさん風船ありがとうございます。そう、振りを覚え始めました、昨日から。私はね早めにしないと本当に覚えられないので、前日とか本当にできないから。なかなか、嘘、8位だったの？見たかった。待って、悔しい。もうその頃にはダンスに行ってましたね、私は。本当に写真撮りたかったな。持ってる星全部投げたんだ。持ってる星全部投げたけど、そのおかげだね。みずやん星ありがとうございます。マジか、嬉しい。8位だ。1位になりたかったな。ふごうごさんかぼちゃありがとうございます。あ、これね、これ自分で印刷しました。そう、あ、詳しく言うとママなんですけど、ママに印刷してもらいました、お家で。DD 聖也くん、かぼちゃありがとうございます。そうだよね、タワー投げないとだよね、カレンレンにね。いつか頑張って投げよう。今度こそね、誕生まで見たいですね。カレンレンがいつもね配信に来てくれてるから。今日はカレンレンが配信始めた瞬間に飛んでいきました。ね、結構朝早くからお仕事なんですよ。で、結構早いから遅れるか心配なんですけど、頑張ります。みんなも明日早いですか？朝早いのかな、どうなんだろう、どうなんだろうか。ジージリンモンさん尊いありがとうございます。さしおしさんお菓子ありがとうございます。みずやん星ありがとうございます。部活いいね、部活懐かしい。何部かな、何部なんだろう。4時前、早い、大変。じゃあ私早起きって言ってられないね。早起きって言ってられないみたい。ジージリンモンさんハートありがとうございます。陸部一緒じゃん、すごい、お揃い、嬉しい。陸上部ね、きついよね、でも楽しいよね。やっぱりね、部活はね結構今でも思い出ですね。思い浮かべたらね。この前100円もの集合写真でリンカとリチャキがイチャイチャしてる、あれ？イチャイチャしてた？どんなポーズしてたっけな。あ、今日はね卓球したんです、体育で。その時にね、なんか結構なんかもうトーナメント戦みたいな感じだったんですよ。
結構ガチな試合で、なんか一コートに3人いるんですよ。3人いて、で ABC を決めるんですよね。でその中で1位になった人はランクアップって言って左のコートに行けるんですよ。で2位の人はその場で維持で、3位だったらランクダウンって言ってなんかダウンするんですよ、右に。でどんどん左に行くにつれて上位になっていくって感じで、私はもう4回ぐらい試合したんですけど、ずっと維持でずっと同じコートにいました1回ぐらい動きたかった、ダウンでもいいからそう、ずっとその場所にいました最下位から2番目のコートにずっといましたずっといたのみんなが回ってくるのをずっと待ってました、こうやって。でも最後の試合だけ1位に勝ったんですよ。でもなんかもうそこで笛が鳴っちゃって移動できなかった、移動したかったあー悔しい。球技はね、何が得意かな、バドミントンで球技じゃない、ギリ球技。バドミントン入れていいんだったらバドミントンかな。バドミントン入れていいよね入れないかったらバスケかな、違うか入れなかったらバスケかな。なんでかっていうと、バスケは気合じゃない、結構気合でさ、こう結構走ってついていったらなんかさ、ちょっとボール触れたりする時もあるじゃん。だからバスケかな。あ、球技なんだ、バト部かっこバト部だって。わかんないね、そこら辺は。まあそこら辺はね、どっちでもいいねそっか、何でも気合なんだけどなんかバスケは、わかるこの気持ち。バスケってなんかさ、結構走ったらさ、なんかボールに追いつける時も悪くない、ない。でもさ、なんかもうサッカーとかはさ、もうなんかさ、どんだけ走ってもさ、もう足さばきが上手い人だったらさ取れなくないあ、野球は弟の影響で結構打てるかなって思うんですけど、あんま打てないし空振りするし。あ、でもバレーボールはサーブが入らないんですよね、あんまり。結構球技苦手だな、そう考えたら。アリサちゃん、かぼちゃありがとうございます。カートさん、クラートありがとうございます。ねえ、でも今日卓球してたんですけど、私こうは打てないんですよ、卓球。ずっとこう打っちゃうんですよ、こうやって。あ、ラグビー結構得意だよ、私。タグラグビー結構得意。私こうやって打っちゃうんですよ、卓球を。もうこれが絶対に打てなくて、ずっとこう打ってたら、なんか打ち方面白い、猫みたいって言われて恥ずかしかったこれでめっちゃ強かったらいいんですけどね、普通っていう、普通っていうか、まあ普通かなね。ずっとこうやって打ってました。これできるようになりたいな、ね、猫みたいはきっと褒め言葉だよね。猫仲間ですね、キャーえ、そうだから自分のね、近くに来たら返せないの。もうある程度ここら辺じゃないと返せないから、負けちゃった、負けちゃったっていうか現状維持でした、ずっと。でも今日はその卓球場所、なんか今日のなんか後期からその体育の先生が変わっちゃったんですよ。でその体育の先生はめっちゃ時間に厳しいんですよ。めっちゃ時間に厳しいし、なんか本当になんか結構こうちゃんとしてらっしゃる方なんですよね。で本当になんか何なんだろう、
なんか前期の体育の先生がすっごいなんか結構緩い感じの人だったんですよ。なんか結構もう体育だし全然ゆっくり来ていいよみたいな、もう時間は決めてないからゆっくり来ていいよって感じの先生で優しかったんですけど、優しくて、で新しく先生変わって、まあ私たちは結構いつも通りゆったりとなんか行ったんですよ。そしたら結構なんかちょっとなんか場の雰囲気が結構なんかちょっとなんていうの、結構凍りついてた感じで、なんかなんで遅れたんだみたいな感じで言われてちょっとハラハラしましたでなんかそうみんなで一人一人聞かれて答えてましたねだからもう遅れられません。ゆったりと行けない、時間ぴったりに行かなくちゃ。なんかそう結構大変でしたね今日。やばいってなりましたみんなで、ね、遅刻はダメだよねやっぱりそうだからもう、しかも結構あの私たち結構あんまりローテーションがちょっとよく分かんなくて、やり方が卓球のローテーションしてくださいって言われて、でなんかもうすごい困ってたんですよ。なんかどうやるんだろうみたいな、私たちの近くらへんが困ってて、それでなんかもう何やってんだって言われちゃって、ちょっと今日は結構あの結構ねちょっと体育大変でしたね。次からちょっと頑張ります、みんなで協力プレイして。結構ね大学はなんかね結構分かれてますね。めっちゃ緩い先生とめっちゃきっちりしてらっしゃる先生とね楽しかった。なんか前の前期の体育は本当になんか試合とかが本当はあんまなかったんですよ。もうなんか結構みんな自由にやってる感じだったんですけど、結構試合は試合で楽しかったですね水やんくまありがとうございます。ありがくま、あそう大学の話です大学の話ちょっとね体育が結構早い、朝1だから結構大変なんですよね私たちのクラスは。ゴルフとかあるんだ、すごいね。さっきちょっとヒーロー待ってくれがあってたね。ドッジボールは苦手かな逃げちゃうタイプ、逃げ回ってるタイプかな。そう早いね。でも今日全然くるくる回ってなくない？やっぱ夜の方が Wi-Fi がちゃんと効いてるのかな。なんか私韓国のなんかインスタグラマーさん見るの好きなんですけど、その方をこう見てたらなんか三つ編みしてこういうシュシュをつけてたから真似しました真似した、速攻真似しました今日。あ、そっか家族がみんな寝てて使ってないかもしれない、だからか。お母さんは起きてるけど、あ嬉しい、10日やった、初めてこんなに続いたの初めて、いつも3日とかで終わっちゃうのに嬉しい嬉しい。やっぱ10日ってキリがいいですねとか言って、明日から10日でなくなっちゃうとして頑張ります。でも明日は朝から結構夜ぐらいまで仕事だから、何いつしようか迷いどころですね。しかも結構ハードな一日になりそうな予感です
4日間全部来てる。嬉しい、ありがとうね。10日間、ありがとう、嬉しいです。10日も長いよね、10日ってよく考えたら。 DD 製薬くん、かぼちゃありがとうございます。無理しないでね、優しい、ありがとう、優しい。何日続ける予定なの？続けれるところまでですかね。でもやっぱり無理はしないようにします。最近の配信見るのが日課になってる。よかった、ナイトルーティーンですね。ゆうたろうさん、野球ボールありがとうございます。松尾さん、いいねありがとうございます。 DD 製薬、ハートありがとうございます。あ、そう、来週のふかしてんじゃーは藤子小鳥ちゃきです。来週のふかしてんじゃねーよは藤野ココアちゃんと大張咲ちゃんですって。大張咲ちゃんにちゃんをつけたんですけど、誰も突っ込んでくれなかったな。突っ込んでくれたのはお母さんだけでした。お母さんが、ね、何ちゃん付けしてんのって言ってきました。やめてって言われたんですけど、誰も突っ込んではなかったから別に普通だったかな。え、牛角行ってないよ。行った、噂が流れてきた。行ってないな最近焼肉。突っ込んだ、嬉しい、突っ込んでくれてありがとう。逆にさ、なんかツッコミがなくて、それに対しての結構恥ずかしくなりました。お母さんが突っ込んでくれて。いっちーさん、風船ありがとうございます。はるさちゃん、ハートありがとうございます。マーボーさん、ハートありがとうございます。ジュージュリンモンさん、かわいい、ありがとうございます。今度から突っ込むね。そっか、あ、でも藤子ことも結構楽しかったですよ。結構話しました。でも藤子こと私は結構意外なペアではないですよね。渋井ちゃんと私は結構そのマネージャーさんからしたら意外なペアらしくて、意外なペアにしましたよって言われました。ゆうゆうさん、ハートありがとうございます。もう55分か。じゃあちょっとランキング読みますね。めっちゃ早くてごめんね、本当に。あったね、ランキングは。これか。キャー、待って待って、いきます。13位がフランさん。フランさんありがとうございます。フランさんもめっちゃ10日ぐらい来てくれてない？10日連続来てるかな。ありがとうね、本当にたくさんありがとう。12位がイッチーさん。イッチーさんありがとうございます。イッチーさん、明日4時起き頑張ってね。起きてね、私も起きるね。4時、5時、5時ぐらい、6時ぐらい。あ、待って、めっちゃ変わっちゃったかな、ランキング。あ、待って、もう一回読み直しますね。じゃあ13位がアリサちゃん。アリサちゃんありがとうございます。アリサちゃん、いつもありがとね。アリサちゃんが無理しないでって言ってくれたけど、無理はしないように頑張るね。ありがとうね、優しい。12位がケンさん。ケンさんありがとうございます。ケンさんもめっちゃ来てくれてありがとう。何日来たかな、結構来てる気がする。ありがとうね、ケンさん。11位が DD 製薬くん。 DD 製薬くんありがとうございます。 DD 製薬くんも結構キティちゃんに染まってますね。でも私と一緒に勝負しようね、どっちがいっぱいキティちゃん持ってるか。フランさんは4だよね。で9位がうごうごさん。うごうごさんありがとうございます。うごうごさんもいつもありがとう。うごうごさん、たくさんまたりゅうちゃんのねエピソードがあるから聞いてね、ありがとね。いっちーさんも言ったか。7位松尾さん。7位が松尾さん。松尾さんありがとうございます。ね、この前気づかなくてごめんね。でも見てくれたのめっちゃ嬉しかったから、次はちゃんと気づくね。
アピールしてね、ありがとう。6位がハピーチリチャキダイエット応援してるよさん、ありがとうございます。今日も頑張りましたよ。今日の献立は言ってないけど頑張ったよ。ハピーチさんも頑張ってね。なんかありがとう。6位がジュージュリンモンさん、ありがとうございます。ジュージュリンモンさん、ありがとう。おむすび今日も見たよ。私見た、面白かったよ。あれとあれが見てね、ありがとう。4位が香港のジャッキーさん、香港のジャッキーさん、ありがとうございます。私さ、ジャッキーで思い出したんだけどさ、ジャッキーっていうさお肉あるよね、ジャッキーフードみたいなやつ、めっちゃ好きだよ。食べてみてね。なんだっけ、忘れちゃった、そんな名前だったよね。3位がレニア・リサキ大好きさん、ありがとうございます。レニア、ありがとね。私もうあれも覚えたから、なんだっけ、ギターの弾くこれね、なんか教えてくれたよね、メールかなんか。これなんだっけ、チップ、チップもね、頑張ります、ちゃんとつけて、ありがとね。2位がみずやん、みずやん、ありがとうございます。みずやんもいつもありがとう。あ、最近ね、よくさあちゃんとね LINE してます。だからみずやん推しの2人で LINE してますよありがとう。あ、レニアのハート、みずやん。1位がケチャップ、わかしゃじょしわケチャップさんありがとうございます。ケチャップさんもいつも公園来てくれてありがとう。いつもね、高速でこれをしてくれるところで嬉しいです。いつもまた一緒にこれしようね、ありがとう、ハート。じゃあみんな面白すぎて寝るな、そう、寝てね。私も今からお風呂に入って周年の練習をして寝ます。明日も一緒に頑張ろうね、私も早起きだから。じゃあみんな私のこと起こしてねおやすみ、ありがとう、バイバーイ、おやすみー。